新婚早々、夫のキャバクラ通いが発覚し、心に大きな傷を負うことになった一致。その後一致自身が講じた対策によって、不信感を払拭できたと思っていたのもつかの間。夫はさらなるとんでもない裏切り行為を犯してしまう。一致はそんな夫に対して、意外な人物の協力を借りながら、裏切り者の夫に制裁を下した。一致の下した制裁とは、裏切り者の夫に待ち受けていた末路とは、浮気相手とハネムーン先で寝る夫。夫のパスポートを持って先に帰国。浮気していた夫を、うっかりハワイに置いてきちゃったけど、いい大人だし大丈夫だよね。うっかり、夫をハワイに置いてくることがあるのか？面白そうだし、詳しく聞かせて。ありがとう、じゃあ最初から話していく。私は25歳の会社員で、夫とは3年前に知人の紹介で知り合った。私も夫もどちらかというと地味な方で、私は夫との間に流れる、ゆったりとした雰囲気が好きだった。夫も同じように感じてくれていたようで、交際中も穏やかに過ごし、交際開始2年の記念日に入籍した。私たちは仕事の都合で、入籍と結婚式から半年ほど空けて、新婚旅行へ行くことになっていたのだが、入籍をしてすぐ、夫のキャバクラ通いが発覚した。発覚した経緯はあっさりとしたもので、夜遅く、お酒に酔って帰宅した夫が、シャワーを浴びに行った時、着替えを持って行った私の目に、洗濯物の上に無造作に置かれたスマホが鳴り、その画面に、今日は楽しかった。今お家に着いたよ。ゆっくり休んでね。というメッセージが、A子という女性から届いていたのを目撃したのだ。お酒が残っている夫が、上機嫌でリビングにやってきたので、私はスマホを突き出し、これ、誰？と、短く尋ねた。勝手に見たの？相手の女性からちょうどメッセージが届いて、音が鳴ったのよ。それでなんとなく無意識に見ちゃって、ってそんなことは今置いといて。これは誰なの？今日は会社の飲み会だったんじゃないの？ごめん、接待でキャバクラに連れて行ってもらって。その子はそこのキャストの女の子で。じゃあメッセージを全部見ても問題ないよね？見せて。私がそう言うと、夫は少し焦ったような表情を浮かべたものの、拒否をすることはなく、A子とのやりとりを見せてくれた。すると A 子と夫のやりとりは、私との結婚前から始まっていて、最初のうちこそ、特に気にならないお店のイベントの営業だったり、飲みに行った夫に対してのお礼や、挨拶だけのやりとりだったのだが、最近になるにつれて、もっと夫さんと早く出会えてたらな。奥さんは本当に幸せ者だね。奥さんさえいなかったら、ずっと一緒にいられるのに。そう言ってくれて嬉しいよ。でも俺よりいい人なんて、他のお客さんの中にもたくさんいるだろう？っていうか、私は夫さんのことを、お客さんだとは思っていないっていうか、特別な人だと思っているよ。と、恋愛感情を思わせるようなやりとりが増えていた。さらに、今日はありがとう。と、A 子が言っている日時を確認してみたら、なんと夫が残業で遅くなると言っていた日にも、その A 子のお店に行っていることがわかり、嘘をついてまで、飲みに行っていたってことよね？と、私が問い詰めると、夫は泣きそうな表情で、本当にごめん。と、謝ってきた。詳しく話を聞いてみると、結婚前に、営業先の付き合いで行ったキャバクラだそうで、地味な夫は、いろんな若くて華やかな女の子からチヤホヤされて、そんな初めての体験に相当浮かれてしまったそうだ。そしてその場で連絡先を交換した、A 子と連絡を取り始め、営業をかけられるまま飲みに行き、今では自ら飲みに行くようになったのだとか。こういう疑似恋愛みたいなのは、正直楽しかったけど、実際、本気でもなければ、お店の外で会おうなんてことは考えていない。飲みしろも小遣いの範囲でしか行ってないし、もう行かないから許してくれ。夫は私にそう懇願し、私はその場で、共有の口座を確認した。共有の預金に不審な点はなく、よくあるような、女性に貢ぐための、使い込みがあったわけでもなかったので、私は夫の言葉を信じて、一旦は許すことにした。しかし、どうしても嘘をつかれていたということ実は、夫を疑う気持ちにつながってしまい、夫に不信感を抱く日々が続くのが嫌で、次に嘘をついたり、他の女性と会っていたという事実が分かり次第、離婚、という念書と、離婚届にサインをしてもらうことにした。そしてそれらは当然、私預かりのもので、気休め程度ではあったものの、私は少し落ち着きを取り戻すことができた。確かに嘘をついていたことはいただけないけど、小遣いの範囲だったのは不幸中の幸いだね。それもそうだけど、
仕事の付き合いとかだと、どうしても避けられないものじゃない？それもわかってるつもりだったから、飲み屋には行かないって項目は作らなかったし。その後、夫が飲みに行くときは、必ず私に連絡を入れてくれるようになった。夫の嘘が発覚し、一致は一度裏切られた事実に頭を悩ませた。なんとかその気持ちを払拭させるために、対策を講じた一致だったが、夫はあっさりとこの約束を破り、さらには一致に対して、とんでもない裏切り行為をする。そしてその結果、一致は夫に対して、徹底的な制裁を下すことを決意した。夫の飲み屋通いが発覚したのは、新婚旅行の数週間前だった。正直、まだ心の中にわだかまりはあったものの、夫は新婚旅行の休みのために、残業が増えて、帰宅時間も遅くなっていた。夫からの申し出で、スマホの位置共有アプリを入れた私は、夫が実際に会社にいることを確認できたし、少しずつその不信感を払拭していった。そして新婚旅行が近くなってくると、この事件のことを思い出すこともなくなり、私は夫との初めての海外旅行に胸を膨らませていた。新婚旅行の行き先はハワイで、期間は1週間。私も夫も、前日から休みを取って、荷物の最終確認をしたりして、翌日からの旅行に備えていた。しかし飛行機の中で、夫は体調不良を訴え、ハワイに到着するとすぐに、空港のトイレへと走っていった。飛行機内でもよくトイレに立っていたのだが、ハワイの空港のトイレではかなり長く時間を使い、私はこの旅行の始まりに不穏な空気を感じていた。夫の体調は薬を飲んでも回復することはなく、翌日から参加したツアーでも、夫は翌席を外し、私は一人でいる時間が長くなってしまった。体調不良は仕方がないとは分かっていたが、残念な気持ちはかなり強かった。そして3日目、夫は体調不良を理由にツアーの欠席を決めた。私も欠席して夫のそばにいようと思ったのだが、せっかくのハワイ旅行だし、俺の分まで楽しんできてよ。一致まで部屋に缶詰にしたくない。と、夫がしきりに言ってきたので、その言葉に従うことにした。寂しいながらもツアーを楽しんでいると、そんな私を不憫に思ったのか。同じツアーに参加していた、少し年上のカップルが声をかけてくれた。彼、結構、体調が悪いみたいですね。そうですね、薬とか飲んでるんですけど、仕事が忙しかったから。それで体が疲れているみたいです。せっかくの旅行なのにお気の毒ですね。でもお兄さんのこと、本当に大好きなんですね。兄ですか。突然、男性が口にしたお兄さんという単語に、何のことかと思わず聞き返してしまった。そうそう。お兄さんと海外旅行なんて、なかなかしないですよ。しかも、新婚旅行に一緒についてくるなんて。ちょっと。男性は悪気なく、そう言ったのだが、女性の方は慌てて男性を止めた。昨日一緒にいたのは私の夫で。夫には妹はいませんし、誰も新婚旅行にはついてきていませんよ。え、そうなんですか。私たちが声をかけた時、あなたのことを妹だって言っていたから。じゃああの時、一緒にいた女の子は誰だ？二人とも私の言葉にかなり驚いていたのだが、男性が口にした疑問に、一瞬にして私たちの間に流れる空気が凍りついた。女の子？私以外の女性と、一緒にいたってことですか？ごめんなさい。昨日、売店で一緒になって、体調は大丈夫ですか？って声をかけたんです。その時に他の女性と一緒にいて、自分たちは夫婦で、あなたのことは新婚旅行についてきた。自分の妹だって言ってたんです。私は彼らが教えてくれた内容に絶句してしまった。もちろん私は売店になんて言っていないし、夫の妹でもない。と言って、カップルが私にそんな嘘をつく理由もない。何より、夫と一緒にいた女性というのも気になる。考え込んだ私に対して、こんなことを言ってごめんなさい。せっかくの旅行なのに。と、女性が申し訳なさそうに謝ってきた。いえ、教えてくれてありがとうございます。なんだか私も体調が悪くなってきたので、先にホテルに戻りますね。私は意味がわからない状況に頭痛を覚え、女性は心配そうに私のことを見ていた。私はその女性にお礼を言って、ホテルに戻ったのだが、そこで衝撃的な場面を目撃してしまった。部屋の扉に手をかけた時、中から夫の声と、知らない女性の声が聞こえたのだ。私はすぐに、夫が女性を連れ込んでいるという事実に気がつき、頭の芯から冷えるのを感じた。距離的に部屋の奥から聞こえているのが分かったので、私は震える手でスマホのカメラを起動し、音を立てないように部屋の奥へと足を進めた。近づくにつれ、夫と女性が真っ最中だということが分かり、
知らない間に涙が溢れるのを感じた。逃げ出したいのをこらえて声がする方に行くと、なんと夫は知らない女性と、バルコニーで合体中だった。後ろ姿しか見えなかったのだが、一心不乱に腰を振る夫の姿に、嫌悪感を感じ、私の気持ちを無残に裏切る夫に、激しい怒りを覚えた。その光景に吐き気を覚えながら、どうにか顔を確認したかった私は、急いでホテルの外に出て、自分たちの部屋のバルコニーを見上げた。大量に並んだバルコニーだったが、すぐに夫たちの姿を発見することができ、私はそれを旅行のために買った、一眼レフのズーム機能を使い、撮影した。ツアーの内容に、イルカを見に行くプランがあったので、遠距離でも撮影できるものを購入していたのが、役に立った。撮影した写真を確認すると、画質は悪いものの、はっきりと夫と女性の顔が写っていて、私は突撃したい気持ちをぐっとこらえ、近くのカフェで時間を潰した。そしてちょうどツアー客たちが帰ってくる時間帯に、私もツアーを楽しんだ風を装って部屋に帰った。部屋には夫も女もおらず、私は夫の浮気現場という気持ち悪さをこらえながら、離婚に向けての準備をその場で整え始めた。まず私がしたのは、女性の正体の確認だ。夫から通っていた飲み屋の店名を聞いていたので、私はそのお店のサイトを検索した。すると、在籍している女性たちの顔写真を、そのサイトで見ることができたので、A 子という女性のページを開く。この時、初めて A 子の顔を見たのだが、加工はされているものの、バルコニーで、夫と一緒にいた女性だということが分かった。確信を持ったのは、彼女の日記に、友達とハワイ旅行、ホテルから見る夕日が綺麗、と、私たちの部屋のバルコニーから撮影したであろう写真が載っていたのだ。私はルームサービスを呼んで、ベッドの清掃を改めてしてもらい、それでも込み上げる嫌悪感に耐えながら、夫の帰りを待つことなく眠りについた。結局、夫は夜遅くに戻ってきたらしく、眠っている私に対して、体調が悪いの？大丈夫？と、声をかけてきた。ちょっと熱中症になったみたい、やっぱりハワイは暑いね。私がそう答えると、夫は心配そうな表情を浮かべていたのだが、その口元がかすかに笑っているのを見てしまった。そして翌日、今度は私が、体調不良を理由に、ツアーを欠席することになった。昨日一日部屋にこもりっきりだったし、もったいないから俺は行ってくるね。そんなことを言う夫の背中を見送った私は、ベッドから飛び起き、急いで荷物をまとめて空港へと向かった。一刻も早く、その場を離れたかったので、うっかり夫を置いてきてしまったし、何も伝えてなかったけど、許してもらえるだろう。なるほど、それで夫をハワイに置いてきたって言ったのね。そんな急に飛行機のチケットって取れるものなの？飛行機のチケットは、運よく空席があったので、すぐに取ることができた。そして帰国した今、事情を知った両親に手伝ってもらって荷物をまとめ、実家に帰ってきて書き込んでる。ハワイで荷物をまとめた時、急ぎすぎてて忘れ物とかしちゃったし、逆に夫の荷物も、いくつか紛れ込んでいたけど大丈夫だよね。それに、夫からも鬼のように連絡が入っていて、国際通話になると、料金が高くなりそうで怖いから無視してるけど、許してもらえるよね。一致、絶対わざとだろ。夫の衝撃の裏切りに、堪忍袋の尾が切れた一致は行動に出た。この後、しばらく一致はすれから立ち去るのだが、冷静に証拠を確保し、黙って帰国した一致の次の手は、楽しい旅行の真っ最中の夫を、どん底に突き落とすことになったようだ。そして一致はこの書き込みから、約1ヶ月後に再びスレに姿を現した。1ヶ月前に夫をハワイに置いてきたって書き込んだんだけど、誰か覚えてる人いるかな？いるよ。その後どうなったのかすごく気になってた。ハワイから帰ってきた夫に、なんて言われたのか知りたい。実家に戻ったところまで話したよね。あの後父親のツテを使って、離婚について強い弁護士と契約し、義実家に対して内容証明を発送した。そこでようやく夫に電話をかけたのだけど、この時点で、私の帰国から1日が経過していた。おい、一致。どこに行ったんだよ？黙っていなくなって、ふざけているのか。俺が英語できないのわかってるだろう。電話に出た夫は、開口一番大きな声で私に怒った。その声からは、結婚前の穏やかな夫の姿を、想像することは一切できず。私が知らない間に、夫はこんなにも、変わってしまったのかと切ない気持ちになった。連絡できなくてごめんね。体調が悪くて、日本の病院に行きたかったから帰国したの。あなたに連絡をしようと思ったんだけど、それどころじゃなくなって。まあもういいよ。
とりあえずもったいないから、残りのツアーは楽しんでくるわ。帰ったら、これからの俺たちについてしっかり話そう。私を心配することもなく、夫は一方的に電話を切った。スピーカーにして、両親の前でこの会話をしたのだが、二人とも唖然とし、父に関しては、私のスマホを掴んで、庭に投げようとしたので、慌てて止めた。私はそこからとある人物に連絡を取って協力を仰ぎ、夫との対決に備えた。そして夫の帰国予定前日、再び夫から連絡が入る。イッチ、俺のパスポート、知らない？ごめん、慌てて帰ったから、うっかり持って帰っちゃったみたい。そのことをこの間、伝えようとしたんだけど、一方的に切れちゃったから伝えられなかった。実は私、夫のパスポートをついうっかり、持って帰ってきてしまっていたのだ。本当、我ながらそそっかしいな、と思うけど、持って帰ってきたものは仕方ないよね。でも必要な書類はちゃんと置いてきたから、感謝してほしい。はぁ、どうすんだよ。パスポートがないと帰れないだろう。大使館に連絡してみたら、10日くらいで再発行してくれるはずだよ。10日も、仕事はどうするんだよ。会社には、私から連絡しておいてあげるから、夫くんは早く大使館に連絡して。そう言って電話を切った2週間後、夫はようやく日本に帰国した。本当はパスポートの再発行ではなく、渡航証申請すればすぐに帰国できたはずなのに。A 子もその日まで休みを延長していたので、おそらく二人で過ごしたのだろう。帰宅した夫はすぐに私に連絡してきたのだが、彼は相変わらず、大きな声で電話越しにわめいている。おい、お前どこにいるんだよ？なんでイッチの荷物がないんだ？帰ってこい。お帰り。お父さんがそっちに行くから、お父さんたちから説明を聞いてもらっていい？は？なんで父さんの話が？あんたが、わざわざ新婚旅行で浮気してたからよ。どういう神経しているの？しかも部屋に連れ込んで、ありえない。なんでそんな。あなたが女性と一緒にいるのを見たし、写真もちゃんとあるから。私がそこまで言うと、夫はしばらく黙り込んだ後、今度は開き直って、ふんと鼻を鳴らした。彼女は現地で声をかけてくれた日本人だよ。お前は一人でツアーを楽しんでたし、そのことを話したら不憫に思ってくれたのか。食事に誘ってくれて、そのままベッドを共にしただけ。こういう一期一会だって、旅行の醍醐味だろう？夫は私が A 子について知っていることに、気がついておらず。そんな出任せを言った。あまりに開き直ったその態度に、私は大きくため息をついてしまう。どこの日本人女性が、わざわざハワイまで来て、そこで知り合った地味でさえない日本人男性と、食事をしてベッドまで共にするんだよ、と突っ込みたいのをこらえ。とにかく明日、両家の両親を交えてお話ししましょう。と、電話を切った。イッチの夫に対しての評価が、辛辣で笑ってしまった。夫もよく、そんな嘘をとっさに思いつけるな、人間的に信用できない。イッチ、しっかり制裁してくれたんだよね。もちろん。翌日、私は両親と弁護士を連れて義実家を訪れた。義実家では、岐阜からの鉄拳制裁を食らい、顔がボコボコになった夫と、顔を真っ青にした義両親が私たちを出迎えてくれた。この度は、誠に申し訳ございませんでした。そんな言葉とともに土下座をする三人に顔を上げさせ、弁護士が話し始めた。イッチさんは夫さんに対して、離婚と慰謝料の請求を行います。相手の女性についてもしっかりと行う予定ですので。たった一回じゃないか。許してくれ。たった一回？まだそんな嘘をつくわけ？私が帰国した後、相手の女性と旅行を楽しんでおいて。よく平気でそんな嘘が言えたわね。いや。彼女とはあれきり会っていないし、連絡先もわからない。はいはい。また嘘ね。往生際悪く嘘をつく夫に呆れながら、私はスマホの画面を差し出した。そこには私の帰国後のプランを、A 子と楽しむ様子の夫の写真が表示されていた。なんでこんな写真が。あなた、声をかけてくれた他のツアー客に、私のことを、その写真の女性との新婚旅行に、わざわざついてきた妹って説明したらしいわね。その写真を撮ってくれたのは、同じツアー客だったカップルの女性よ。あなたがツアーを欠席した時、心配して私にも声をかけてくれたの。実は帰国してから連絡をしたのは、あの時に声をかけてくれたカップルの女性だった。実は私がツアーから先に帰ったあの日、女性の方から、何かあったら連絡して、と言われて、連絡先を交換していたのだ。事情を説明すると、明日、女性と一緒にツアーに参加してきたら、写真も撮ってあげる。新婚旅行で浮気なんてどうかしてる。と、怒って、私に協力してくれたのだ。
って、でもこの女性がどこの誰かなんて。ナイトクラブ X の A 子ちゃんでしょ？もうすぐここに来るわよ。私がそう言うとほぼ同時に、義実家のチャイムが鳴り、A 子が登場した。奥さん、はじめまして。ついにうちらの関係がバレちゃったんですね。そう言いながら笑顔で部屋に入ってきた A 子に、夫の顔が引きつった。しかし A 子は夫に向かって、バレたなら仕方なくない？いいじゃん。離婚しちゃいなよ。夫くんは次期社長なんだし、適当に慰謝料払って、自由になっちゃえ。と、笑いかけた。夫は A 子の言葉を聞いてハッとした表情を浮かべた後、私に向かって勝ち誇った笑みを浮かべた。A 子の言う通りだな。いずれ会社を継ぐわけだし、別にこんなはした金、ね、いくらでも払ってやるよ。A 子の分も俺が払うから、ご心配なく。だそうですけど、お父さんはそれでいいですか？私はそう言って、義父に話を振った。お前のような不誠実な人間に、会社を継がせるわけがないだろう。会社も浮気のために休んでいたのであればクビだ。二度とか思いたくない。は？いや、でも俺は。黙れ。この後に及んで、一致さんに謝罪もできないバカが。義父の言葉を聞いた夫は、顔を真っ青にして焦り始めた。実は夫は義父の会社に勤めていて、後継者としての勉強をしている最中だった。そして、私は夫が浮気をしていて、新婚旅行に浮気相手を連れてきたことと、パスポートを私がうっかり持ち帰ったので、夫の休みが長くなることを説明したのだ。A 子はいいかもだと思っていた夫が、次期社長の座から降ろされるのを見て、え？お金がないなら興味ないんだけど。と、言いながらその場を去ろうとしたのだが、弁護士から、あなたに興味がなかったとしても、既婚者と浮気した事実は変わらないので、慰謝料の請求は行われますよ。と、引き止めた。ありえない。私は接客をしただけ。こいつはただのお客さん。夫をこいつ呼ばわりして責任を逃れようとする、A 子の表現ぶりに唖然とする夫を置いて、これ以上、私はあなたたちに興味がないので、と、弁護士に後のことを頼んで帰宅した。あの時のカップル、協力してくれたのか。いい人たちだねー。っていうか夫、後継者だったのか。でもこれで、その次期社長って将来も失うことになったし、義父がまともな人間で、しっかり対応してくれてよかったね。私も本当にそう思う。その後、私は夫と A 子から、しっかり慰謝料を支払ってもらって、夫との離婚が成立した。夫に請求した慰謝料は、一旦、義父が立て替えて払ってくれたのだが、その分は夫の借金として、利息をつけた状態で返済させるらしい。夫は会社を解雇され、義父が取引先に連絡したこともあって、義父の会社を敵に回したくない地元の会社では、夫を採用することはないだろうと言っていた。そして A 子はというと、慰謝料の支払いについてごねたので、A 子の実家に連絡。A 子の親は、普通の会社員として働いていると、聞かされていたようで、飲み屋で働いている事実に激怒して、感動を宣言したそうだ。それを聞いた義父は、A 子が勤めている飲み屋に連絡し、給料の前借りとして、店側が貸し付け、一括払いを済ませてくれた。後から知った話だが、A 子の勤め先は義父の会社の人間が、顧客の大半を占めていたようで、店側としても顧客を失うことは痛手だったよう。義父には感謝している。しかし A 子自身、ホストクラブにハマって、もともとお店に借金があったそうで、その返済のために、系列のさらに収入がいいお店へと移転し、昼夜問わず働かされているそうだ。私の離婚話はこんな感じかな。最後まで聞いてくれてありがとう。最後、義実家の無双だったな。それもそうだけど、私は一致がうっかり、パスポートを持って帰ってきてたのが衝撃で、未だに思い出して笑っちゃう。英語できない人間が、パスポートをなくして海外に置いていかれるって、本当に恐怖だっただろうな。一度は改心したかに思えた夫でしたが、浮気をする人はなかなか治らないようですね。そして A 子からは、結局お金目的のカモにされていた事実も、すべてを失った夫にとっては、きつい制裁だったのではないでしょうか？もしもあなたに一致のような夫がいて、今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。ちなみに、海外でパスポートをなくした場合、緊急で帰国する場合にはパスポートの再発行ではなく、帰国のための渡航証を申請することができます。それでは今回もご視聴ありがとうございました。